目があった。およそ200m 先、目的地は左側です。あー、看板めっちゃ傾いてる。いや、こういうデザイン。あ、間違いなく一番乗りたいな。これ、元病院。左側です。お疲れさ。今博物館。しかしも今夜朝7時前に公園とこ来るとこれだってすげえ熱心だよな。うん、よくわかんないけど、ポスト待ちでもしてんかな。そんなこと言っちゃダメです。中は深刻そうや。何が作り的に。いや、博物館に改装されてっから多分大丈夫だと思うよ。うん、この渡り廊下長っ。確か映画のロケ地にこれ使われたんだよ。永遠のゼロとか、 あ、 永遠のゼロか。あとゴジラにも使われたらしいぜ。あのこの間見たやつ。俺が自宅のティムだったかな。全制覇するけどね。片っ端から桜並木もよく映画に使われるんだよ。